ジンバブエ共和国内の主な高校遺跡の位置図。グレート・ジンバブエ遺跡はマシンゴ州の南位20度17分、統計30度56分の位置にある。グレート・ジンバブエ遺跡は、ジンバブエ共和国の首都ハラレから南方 300km のジンバブエ高原の南端、サビ川の上流の標高約 1000m に位置する大規模な石像建築遺跡の名称である。 ジンバブエとは、ショナ語で、主張、王の宮廷の意味を含んだ、石の家という一般語であり、最も大規模で著名なこの遺跡を指すときは、後頭に、グレートをつけるのが慣例となっている。最近の研究の進展に伴い、遺跡を築いたとされるショナ族の国家の通名として、グレートジンバブエの名称を用いるようになってきた。推定面積は、周囲の集落を含めると、 東西1 5キロメートル、南北1 5キロメートルの約2平方キロメートルに及ぶと考えられる。遺跡の中心部にある石像建築物群は50世帯近くに及ぶジンバブエの大内市市長の一族のために築かれたもので脳型体の花崗岩のブロックを積み上げた園内市楕円形の建物の組み合わせであり、ここにエンクロージャーと呼ばれている。 石像建築エンクロージャー群は大きく三つに分けられ、北側に通称アクロポリスまたは球場廃墟と呼ばれる建造物群、その南方に広がる谷の遺跡、そして最も有名な大河湖遺壁に分けられる。1986年に下記の登録基準を満たす世界遺産として登録された。1860年代には グレート、ジンバブエ遺跡の起源について、全く誤った仮説が立てられていた。南アフリカのトランスバールで活動していた、ドイツ人宣教師 A メレンスキーなどは、諸名族居住地にあるという巨大な遺跡について、ソロモン王を訪ねた、シバの女王国の首都、オフィールに違いないと考え、同国人の若い探検家、カール・マウフにそのことを伝えた。マウフは1871年、 現地を訪れて、グレート・ジンバブエ遺跡を発見し、アクロポリスを森や山城、すなわち原イルサレムのソロモン神殿を模倣したもので、グレートエンクロージャーはシバの女王がエルサレムにいた時に住んでいた宮殿を模したものだと報告した。その根拠として遺跡で採集した木材片にレバノン杉の匂いがあるので、古代フェニキア人かユダヤ人がこの遺跡を築いたのだと主張した。 ケープ植民地の政治家、セシル・ローズは、1890年、イギリス政府の保障のもとに資材を投じて当時、マショナランドと呼ばれたゲンザンビアとゲンジンバブエ共和国の範囲にあたる地域を占領し、自分の名にちなんで、ローデシアと命名した。セシル・ローズは、近等地域の研究家と言われ、考古学者を名乗っていたジェームズ・セオドア・ベントに、グレート・ジンバブエの調査を行わせた。 ベントは、グレートエンクロージャーの大炎を森島が、フェニキアの貨幣に刻まれた神殿に似ていることなどから、鳥の石中や、このような神殿を築いたのは、アラビア文化を担う人々であって、グレートジンバブエは、アラビアにもたらされた黄金の鉱山の一つに違いないと主張した。そして現在、旧方式と呼ばれる丁寧に築かれた石積みは、西アジア人によるものだと主張した。 ベントの仕事を引き継いだのは、当時のローデシア在住のジャーナリスト、リチャード・ホールであった。彼は、西アジア由来の遺物を探すために、クレートエンクロージャーなどの遺物方眼層を徹底的に放り返し、乱屈によって遺跡を大規模に破壊した。そして古代西アジア人による繁栄とイスラム教徒のアラブスワヒリ人による再興、そしてアフリカ人による 大廃棄という三段階の歴史的変遷が遺跡の調査で分かったと多数の著作で論じた。しかし彼は、グレートジンバブエがアフリカ人によるものであることを示す土器などをはじめと、する生活用具には目もくれずに土砂と一緒に捨てたことまで著書に記述したので、その調査のずさんさに密かに疑問を抱く考古学者もいた。20世紀に入り、ようやく正確な考古学調査が始まった。 1905年、イギリス科学振興協会は、エジプト考古学で業績のあった、デイビッド・ランダル・マッキーバーに調査を依頼した。マッキーバーは、現地で、グレート・ジンバブエの他カカミ遺跡、道路イコール道路遺跡、ナレタレ遺跡など6カ所の遺跡を調査した。彼はホールが放置して廃棄した土器をはじめとする、生活用具関連の出土品を一級の資料とし、 現地の地層構造との関係を検証した。そして、発見された土器編が現在の諸ナ人が使用しているものとほぼ同じであって、石像建築物に何らアラビア風の影響は認められないと論じ、遺跡は諸ナ人など現地住民が築いたものだと主張した。また、発見時の遺物の総医学的な位置関係に注目するとともに、アラブやペルシャ製ビーズ、 中国産陶磁器などの搬入品は、ソロモン時代の紀元前どころか、早くても11世紀を遡ることはなく、これらの遺跡は15世紀頃のものであると論じた。ホールは早速反論を書いて決着がつかないかに思われた。1929年に再び、イギリス科学振興協会の要請に応じて、女性考古学者のガートルード・ケートン・トンプソンが、 発掘調査をすべく現地に赴いた。彼女は他人の遺跡とモーンド廃墟について緻密なトレンチ調査を行い、総医学的研究法の検知から最下層までの総意と遺物を対応させた実測図とデータを提示して、後の研究者がデータを検証できるような報告書を作成するように努めた。そして彼女は自らの調査成果から マッキーバー説を強く支持する調査結果を発表した。彼女の調査法はフィールド調査の手本とされ、ガーレークはその調査法を広域的発掘調査の最初にして唯一の調査と称賛し、今日でも高く評価されている。その後、ケイトントンプソンは各地で講演を行ったが、プレトリアで行った講演で遺跡の建築者は紛れもなく現地のアフリカ人であること。 彼らが成熟した文明の担い手であって、高度な国家的組織と優れた、独創性と高い技術を持っていたことを論じ、南部アフリカの学会を挙げて取り組むにふさわしい、テーマだと訴えると、アウストラロピテクスの発見者として知られるレーモンド、ダートは激怒して、演壇都市会社に向かって怒鳴りつけ、会場から足を踏み鳴らして出ていったという逸話がある。このように、グレート、 ジンバブエアフリカ人建設説は、当時のアフリカ南部の白人社会においては、受け入れがたいものであった。1958年、ローデシア政府の下で、ロジャー・サマーズは、グレート・エンクロージャーの再発掘調査、キース・ロビンソンは、出土当時期の変年、AA ウィッテーが、建築学的な発展過程についての調査を行った。この三者によって包括的、 基礎的なデータの収集が行われた。また、D.P. アブラハムによるポルトガル人の残した文献、古伝、考古遺跡の発掘調査の検討による研究が世界的に注目された。講述するように彼の研究は日本国内におけるように未だ誤解を残している面があるが、当時としては優れた学祭な研究とみなされた。 1961年、ジンバブエアフリカ人民同盟が結成され、グレートジンバブエこそ、アフリカ人の新国家の誇るべきシンボルであると主張した。このため、ローデシア政府と白人保守派は、グレートジンバブエアフリカ人建設説は、アフリカ原住民のナショナリズムをこぶしかねないと恐れ、いまだに謎に包まれているという公式見解を発表した。 1965年には、グレートジンバブエに関する文献を検閲することで、アフリカ人にとって有利であり、白人のみが優等人種であるという考え方にとって、都合の悪い事実を隠そうと試みた。1970年代に入ると、トーマス・ハフマンとガーレークによる発掘調査が行われた。ハフマンは、庶民の居住区1200平方メートルの調査を行った。これまで、 石像建築物中心だった調査の目標を石像物以外の庶民の生活にスポットを当てようとするものだった。しかし、ローデシア政府はこれらの研究者を礼遇し、ガーライクなどの研究者はアフリカ人にとって有利で白人のみが優等人種であるという考え方にとって都合の悪い事実を調査しているとの判断基準から国外退去せざるを得なかった。 1980年のロバート・ムガベによる黒人多数政権ができてから公式見解が取り消され学術的な成果を還元できるようになった。グレート・ジンバブエについてはモノモタパの先祖がグレート・ジンバブエを支配しその後ジンバブエ高原北東部に移ったのだという D.P. アブラハムの説に影響され古い外説書などではグレート・ジンバブエと モノモタバ王国を直接結びつける記述が多く、日本国内にもそのような文献が多い。しかし、ポルトガル人の文献に見られる、ジンバブエ、シンバオエが具体的に明らかでなかったり、グレート、ジンバブエと直接関係があるとは思えないものもあることが判明している。また、文献資料をよく検討すると、 ハラレの北北東 100km、ザンベジ川の支流マゾウが川の水源に近いゾンゴンベ遺跡がモノモタバ王国の初期の宮廷が置かれた遺跡ではないかと考えられている。ゾンゴンベ遺跡から採取された木材の放射性炭素年代測定の結果はグレート・ジンバブエの末期にあたる1450年を示しており、グレート・ジンバブエと モノモタバ王国の生態とは直接関係がなく、石像建造物の建築技法などの文化的伝統のみが受け継がれているというのが、今日では学会の共通した見方である。他にも南アフリカに現在住むユダヤ系のレンバ族が、グレートジンバブエの建設に関係しているとの説もある。しかしながら、考古学的な証拠及び最近の研究結果によって、 支持されているのは、ショナ族とベンダ族による、グレートジンバブエの建設である。アクロポリスは、飛行差80メートルの河口岩の丘の上にある、遺構であり、大きく西エンクロージャーと東エンクロージャーに区分される。西エンクロージャーは、高さ7メートルで、最も高い部分で高さ9メートルに及ぶ石壁が、そびえ、石壁底部の厚さは6から7メートルに達する。石壁は、 自然の巨石を組み込んで築かれ、直径30メートルに及ぶ。壁の上には、小さな塔が4つとその間に、石の柱があったと推察され、主張の権威の象徴である、穀物像と武具を表すという説もある。このような西円クロージャーは、王内市主張が政治を司った場であると考えられ、金製品や滑石の盆や儀礼用に用いたと考えられている。 制度性のやり先など主張の権威を象徴する遺物が出土している。一方、東エンクロージャーの内部には石組みのテラスが築かれ、祭祀や宗教に関連する遺物が出土した。特に注目されるのが鳥の彫像もしくは人間のような足を持つ鳥のような生物の彫像を蝶部に刻んだ活石性の約1メートルほどの石柱が6本確認されたことである。 これらの石柱は、前述したテラス上以降を祭壇として用いた際に、建てられていた雨乞いなどの儀式に用いられたと推察される。というのは、諸那族の世界観では、鳥は天の霊界と地上の俗界を往来し仲介できる死者のような存在であり、亡くなった主張の霊や先祖の霊が天に昇ると、現世の あらゆる最悪から社会を守る能力を獲得すると考えていたので、呪術師、霊媒師が鳥の像を先祖の霊を呼び寄せる一種のよりしろとして儀式に用いたのではと考えられるからである。政治の場と祭祀の場が隣り合わせであることから、ジンバブエの支配者たちは、それへの供養を行ったり、託戦を受けたりして、再生一致に近い統治を行っていた可能性が強い。 谷の遺跡はアクロポリスの南方400から500メートルほどの位置に広がり、ジンバブへの王内市主張の妻たちと子供たちの住居であったと考えられている。最も大きな遺構は直径10メートルを超える円形の壁を持つ大きな住居であり、草吹きであったと考えられている。王妃内市主張の第一夫人の住居と考えると、彼女が多くの妻たちの筆頭として、 日常家事行為を切り盛りするために、他の婦人たちやその子供たちの住居と想定される、エンクロージャーにつながる通路が八方に伸びていたことが理解できる。一方、出土品には、中国製の陶磁木皿、西アジア産のガラス製品、大量のガラスビーズ、銅製の指輪と、重さ数キロにも及ぶ、銅線、鉄製のゴング三点を及び足は、クワ、オノ、スプーン、食材、 ペルシャ製、容器2点、金ビーズ、増毛、小安貝などの貝類、儀礼用制同性やり先2点が発見されたことから、倉庫として、機能を持っていた施設ではないかとも考えられる。いずれにせよ、これらの市長の妻たちと子供たちの住むエンクロージャーには、各々の妻たちの実家のトーテムと思われる、石中ないし石中の建てられた跡が、家の入り口に残されていた。その中には、 アクロポリスの東エンクロージャーで発見されたものと告示する鳥の石墨両上部につけ羽の姿を刻んだ活石性石柱が一点発見されている。現在のジンバブエ共和国の国旗デザインに描かれた鳥の彫像イメージはこの遺物から取られている。さて、第一夫人の住居、または 倉庫の南方へ伸びる通路の突き当たりに有名な大掛戸壁、マッキーバーが大円神殿と呼んだ建造物がある。クレートエンクロージャーは、長径89メートル、外壁の周囲の長さ244メートル、高さ11メートル、外壁の基部の厚さ6メートルに達する。クレートエンクロージャーは、大きく東側と西側に区分され、西側部分の構造は、 谷の遺跡に似ており、居住の場であったと考えられ、東側には直径5.5メートル、高さ9メートルを超える円大森型の塔が建てられており、宗教的祭祀的な空間であったと考えられる。このようなグレートエンクロージャーの用途については、研究者によって説が分かれ、トーマス・ハフマンは、文化的に諸名族に近い南アフリカのベンタ人の監修などから推定して、いわゆる 若者宿や成人式の学校のような施設と考えている。ベンタ人は東が西西が族、南が男性、北が女性を表すという一種のコスモロジーを持っている。西側は成人式参加者が寝起きする生活の場所であり、参加者は一定の期間周辺の建設などの労働奉仕を行うために集められた。男性の門が男性用で、 北西の門が女性用と決められていた。生の空間とされる東側の円錐城の塔の周辺で人間や牛の形をした土偶が出土するのは成人になるにあたっての秘伝の伝授の儀式を行っていたからである。そしてグレートエンクロージャーの外壁の頂部を飾る黒っぽい石と山形の石組みはそれぞれウマと蛇を表し多産と豊上の象徴である。 グレートエンクロージャーが谷の遺跡と隣接しているのは王内市市長の妻が成人式に関して重要な役割を担うので隣り合わせなのであるという考え方がある。一方、研究者として最も著名なピーター・ガーレークはグレートエンクロージャーの大きな囲い壁は単純に王権の象徴であり、もともとはアクロポリスにいた王がある時期に宗教的指導者に アクロポリスを委ねて、自らは、麓のグレートエンクロージャーに住んだのだ、と考えている。グレートエンクロージャーの建築順序は、西側部分とその周辺の石壁が最初に築かれ、それを囲むように外壁がやはり西側から半、時計回りに建設された。石積みの技法は、東側と北側にかけての部分と、円おもり型の塔が最も丁寧に築かれており、研究者は、 着手時の不揃いな加工岩ブロックで築かれた西側部分の技法を P 方式一定の大きさの加工岩ブロックによって平行な積み目になった北東部分の技法を Q 方式と呼んでいる。技術が延熟したという研究者もいるが、生息の区分を意識した設計思想があったとも考えられにわかには断定できない。グレートジンバブエ遺跡の居住が始まったのは、 紀元前2500年頃からで、アクロポリスの西方に集落が築かれた。その頃、グレートジンバブエの南方のリンポポ川の中流とその、シリュシャシ川の合流地点にも、諸名人による集落が形成され、それは大きく発展して575年頃有力な支配者が現れて、マプングウェの柳場城の丘に、石像建造物を築いた。マプングウェは、 周囲9ヘクタールほどの都市となり、金の中継貿易で繁栄し、研究者は、リンポポ川の下流域を支配する人口1万2千から1万5千人規模のマプングウェ国という小王国を想定している。グレートジンバブエは、650年頃、石壁を持つ建造物を作り始める。一方、この頃のリンポポ川流域は、干ばつに見舞われ、イスラム商人たちは、 より北方のサビ川流域の交易ルートを開発し、マプングウェはこのことによって急速に衰退することになる。一方、サビ川上流にあるグレートジンバブエはこれを契機に大発展することになった。ジンバブエ高原南西部の金の山地とインド洋沿岸を結ぶ直線上に位置したグレートジンバブエはリンポポ川流域を経由するよりはるかに便利な立地にあった。 標高1000メートルの立地は、谷間のマプングウェに比べ、眠り病の病原体を媒介する、ゼ場への生息域から外れ、多少の起伏は、牛の遺木にも適していた。また、高原とリンポポカ国の接点という立地は、比較的雨にも恵まれ、農業を行うにも適していた。グレートジンバブエの人々が栽培して食料に、していたのは、モロコシ、アワ、四国美へ、東人ビエ。東神ビエ 遠藤、豆の一種で、ピーナッツのように地下に豆を作るバンバラ豆などであった。インド用との交易ルートの中継地を握ったグレートジンバブエは、9世紀頃から発展し、グレートエンクロージャーをはじめとする、大多数の建造物は、この時期に建てられたと考えられる。この頃、の人口は7000世帯人口3万5000人に、達したと推定されている。グレートジンバブエ国の、 王は遠隔地工易と金属加工業を保護し遺跡からは鉄製品として二股ゴング、日用的な道具の隙やスプーン、多量の鉄くず、アフリカ中央部の広域にわたって使用された十字、内脂抜状の銅製品を作るための滑石製異形、儀礼用槍先などの銅製品、綿布生産に使用された石製防水車や土器片を転用した円盤、金細工、 ガラスビーズ、タンザニアのキルアで鋳造された、金貨、中国の元秋代の陶磁器などの出土品が、当時のグレートジンバブへの盛んな交易と産業の発展を物語っている。十字型銅製品は、北方のザンベジ川中流以北で一種の通貨のように、用いられていたもので、鉄製二股ゴングは、西アフリカで、新西欧の権威を表すものであって、 グレートジンバブエの王の権力と経済力の象徴であった。しかし、発展の拡大は衰退の要因と表裏一体であった。農業の展開と人口集中は燃料や石造建築物の内部を補う建築材料としての木材の大量伐採をもたらし、遠方まで行かないと木材の確保がおぼつかなくなることになった。さらに、栽培と遺木の繰り返しは、 それほど自力のないサバンナの土壌を疲弊させた。そのため高地は都市の中心部からますます遠ざかることになった。さらにより北側の交易ルートの開発が追い打ちをかけた。モザンビークのソファラ沿岸は海岸の侵食によって良好を失った。また、サビ側の河口が土砂の堆積によって塞がりつつあったため、イスラム商人は より北側のザンベジ川流域の集落と、ジンバブエ高原北東部の金の取引をするようになった。このことは、グレートジンバブエの経済に深刻な打撃を与え、建築材の木材の放射性炭素年代測定から判明したように、15世紀後半頃に一定規模の気候変化、干ばつ、飢饉等の何らかの天災が起き、グレートジンバブエは放棄されたと考えられている。 そして15世紀中頃から16世紀にかけて、ザンベジカワナカ流域に、モノモタバ王国、ジンバブエの西方、ゲンブラワヨ近郊の神遺跡を首都とした、トルワ王国が台頭することになる。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。